どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのマリオットアメックスプレミアムカードありますよね。まあ、それ以外にもこのアメックスが発行しているクレジットカードっていうのは、まあ、プロパーだったり、ヒルトアメックスだったり、ANA アメックス、あとペルソナとかね、デルタアメックスとか、アメリカンエクスプレスが発行しているね、クレジットカードっていう風になるわけなんですけども、まあ、先日ね、コメントでちょっとね、質問が来ておりましたので、今回ね、まとめていきたいなと思うんですけども、モバイルスイカのチャージってありますよね。まあ、私もね、このスイカって非常によく使いますので、まあ、アメックスからね、ポイント満額でチャージしたいじゃないですか。っていうので、結構ね、まあ、いろいろ駆使してたわけなんですけども、まあ、2023年、8月現在ですね、このアメックスから何かを経由してポイント満額取りつつスイカにチャージするっていう方法はないんですよね。まあ他の還元を取りながらみたいな感じはね、まあ利用することができるんですけども、まあこのね、2023年8月現在ですね、このモバイルスイカのこのアメックスからチャージでね、ポイント、満額はちょっと取れないんですけども、まあお得なルートっていうのをですね、まとめてね、行きたいななんていうふうに思います。で、ちょっとね、画面切り替えさせていただきますけども、こちらはですね、アメックスのポイント加算対象外、もしくは200円で1ポイントの加盟店の詳細のページになるわけなんですけども、まあこちらですね、電子マネーの欄に、モバイルパスも、あとね、モバイルスイカありますよね。ですので、このアメックスからね、モバイルスイカ、モバイルパスも、スマートイコカ、スマートイコカ、モバイルイコカとかね、あとアップルペイのね、ナナコとかね、ワオンチャージとか、楽天エディとか、まあいろいろね、チャージありますけども、ここら辺はね、全部塞がれているわけなんですよね。ですので、いくらね、このアメックスから、このスイカ、モバイルスカ、ま、ここに載ってあるものね、はい、チャージしていただいてもですね、基本的にはね、全部、チャージのね、ポイントはつかないんですよね。で、よくね、質問あるんですけども、このね、ポイント付与対象外の加盟店のチャージで、まあ、ポイントはつかないですよね。ですけども、今ね、ヒルとアメックスで、入会キャンペーン強化されておりますけども、新規入会キャンペーンのカウントには入るのかっていうね、質問をよくいただくんですけども、こちらね、ポイント付与は入らないんですけども、カウントには入ります。ですので、もしね、もうポイント入れなくて決済収容だけ積みたいっていう方は、まあ好きなだけチャージしていただいてね、まあカウント、その決済額のね、カウントに入れていただくのはね、まあできるっていう風になるんですよね。まあおすすめはしないですけども、一応ね、できることはできるっていった感じになります。で、今回の動画ではですね、モバイル追加、多分ね、私はちょっとね、パスモを使ってないんで、まあパスモのね、見た感じ同じ仕様なんで、多分ね、同じように利用できると思うんですけども、今回の動画ではですね、このアメックスからの経由して、モバイル追加ね、チャージしていただいて、まあポイントをお得にね、取っていく方法をね、まとめて紹介していきたいなと思います。それではですね、今回ね、アメックスから、モバイルスイカにチャージで、まあお得にね、ポイントを取っていくっていう風になるわけなんですけども、まあ各種ね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードからチャージしていただいてね、おすすめなのはこの3枚なんですよね。まあどれでもね、いいと思うんですけども、ちょっとね、カード番号があるんでね、はい、こんな感じで見させていただきますけども、上から B4 さん、キャッシュ、AU Pay Prepaid っていう風になります。まあこの3枚をね、経由していただいて、モバイルスイカにね、チャージしていただければ、まあポイントはね、半分にはなってしまうんですけども、ポイントがね、取ることができます。で、ちょっとね、また画面切り替えさせていただきますけども、まずね、一番還元率が取れるルートがこのルートですね。各種アメックスのクレジットカードから AU Pay Prepaid を経由して、ANA Pay で、ANA Pay からトヨタウォレットで、トヨタウォレットからモバイルスイカということで、まあこのルートが一番還元率が高いですね。まあこのアメックスからね、AU Pay Prepaid するときに 0.5% 還元。まあこの 0.5% 還元っていうのは、マリオットアメックスだったら100円で3ポイントなんで、200円で3ポイントですね。で、ANA アメックスゴールドとか、アメックスゴールドだと200円で1ポイントっていう還元率になります。で、この AU Pay Prepaid はですね、AU Pay カード以外からだと、1月5万円までしかね、チャージすることできませんので、まあこういった形になります。で、この AU Pay Prepaid はですね、ANA Pay にチャージする際に 0.5% 還元。これはポンタポイントで還元がもらえるっていう風になります。ここがね、やっぱり大きいんですよね。はい。ですんで、この AU Pay Prepaid から ANA Pay にチャージしていただいて、まあ、このね、ANA Pay からそのままね、モバイルスイカにチャージしていただいてもいいんですけども、まあ、これをね、
トヨタウォレットをね、経由することによって、さらにね、ここで 1% 還元ね、取れるっていう風になりますんで、まあできればね、こっちのルートがおすすめっていう感じですかね。で、この ANA Pay からね、トヨタウォレットっていうのは非常に不安定ですね。できる人、できない人ね、いらっしゃるんですよね、このルート。で、昨日できたのに今日できなくなったりとか、できなかったのに今日できたとかね、まあそういう人もいらっしゃいますんで、まあこの点はね、ちょっと不安定でね、できるできないとかあるんですけども、一応ね、このルートだと、0.5 取れて、で、ここで 0.5 取れて、ここで 1% 取れるんで、全部で 2.5% 還元でね、取ることができます。まあ一応ね、還元は全部ね、ここはトヨタウォレットの残高ですし、ここは ANA マイルですし、ここはポンタポイントで、ここはアメックスのね、あれなんで、還元がね、分かれてしまうわけなんですけども、やりようによればですね、こういった感じで 2.5% 還元もね、取れるっていった形になります。で、このルートはですね、Apple Pay が入っておりますんで、これはね、iPhone の方しか利用することができません。で、次ですね、次が、キャッシュを挟んだルートですね。まあこちらに関してはですね、まあこのキャッシュ、先ほどの ANA Pay プリペイドがキャッシュに切り替わってるだけっていう感じですね。で、ここもね、このキャッシュは 0.2% 還元、確か1万円までとかだったと思いますんで、まあここはね、まあお飾り程度なんですけども、アメックスからキャッシュ、で、キャッシュから ANA Pay、で、ANA Pay からトヨタウォレット、で、トヨタウォレットから、モバイルスイカということで、モバイルスイカ抜けて、失礼しました。はい、こういった形になると、まあここでね 0.5 で、こう 0.2 で 0.5 で 1% 取れるっていう風になりますんで、 2.2% 還元で、取ることができます。まあこういった感じでね、二大巨頭っていうところですかね。AU Pay プリペイドとね、このキャッシュの発行状況をね、ちょっと見ていただきたいと思うんですけども、ここはね、難点なのはね、この AU Pay プリペイドっていうのも、このキャッシュっていうのもですね、まあ、発行自体はね、できるんですけども、まず、この AU Pay プリペイドは条件がありまして、AU 自分銀行もしくは AU 回線持ってないとね、この AU Pay プリペイドって発行できないんですよね。これがね、非常にめんどくさい。だからこれ持ってないとね、正直発行する気失せると思うんですよね。わざわざこれ発行するためにね、AU 自分銀行とか AU 回線持つっていう人はね、本当に私くらいだと思いますんで、まあ、ここはちょっとね、めんどくさいのと、あとね、AU Pay カード以外からは一月5万円までしかね、チャージすることできませんので、まあ、ここはね、ネックになってきますよね。まあ 0.5% 還元あるんで、まあこれを取っていきたいっていう方は、まあこの条件をね、達成していただく必要があります。一応ね、チャージ上限とか利用上限とかもね、ありますので、ここはね、ちょっと各自で見といてください。キャッシュのね、この深夜に手続きできないっていうのもね、結構めんどくさかったりします。で、キャッシュなんですけども、まあ還元率はね、先ほど言った通り、まあそんなに高くない 0.2% 還元、しかも1万円ぐらいまでだったと思うんですけども、こういった感じになります。で、キャッシュの痛いところはやっぱこれですよね。はい、物理カードの手数料が900円。だからまあキャッシュにチャージしてね、まあキャッシュはビザブランドなんで、まあアメックスが使えないところでもチャージしとけば、まあキャッシュで利用することができるっていう方法もできるんですけども、やはりね、物理カード900円手数料かかってきてしまいますんで、発行条件はないんですけども、まあ発行条件のようなね、お金がかかってくるっていう風になりますんで、まあこれをね、わざわざ払ってまでキャッシュの還元を取ったりね、するかっていうところもね、やっぱり出てきてしまうかなっていう風に思うんですよね。で、先ほど言った通りね、深夜にね、カード登録できなかったりするんで、これもちょっとね、イラッとしたりしますんで、まあ、ここはね、ちょっと残念ポイントだなっていうのがあるんですよね。で、一つね、提案としては、まあ、私はですね、これを結構使ってるんですよね。はい、もう、非常にシンプルルートね。アメックスから B4 さんに発行して、そのままモバイルスイカにチャージですね。まあ、この方法がですね、一番シンプルでね、利用しやすいっていうのがあるのと、このね、B4 さんのね、いいところはね、一回ね、もう私使わなくなるかなと思ったんですけども、やっぱりね、アメックスが使えないところで、使いたいなと思った時に、この B4 さんはですね、ビザブランドで利用することができて、このカードのいいところはね、発行手数料かかんないんですよ。ですので、これがね、本当におすすめです。ですので、まあ、もしね、シンプルルートで利用されたいって方は、まあ、0.5% しか取れないんですけども、発行手数料かからないっていうね、本当に正義だと思いますんで、まあ、こういったルートもね、ありますんで、このルートもね、一応覚えておいていただければなと思います。私はもうずっとこれでね、利用させていただいておりますので、いろんなルートね、ありますけども、まあ、どれをね、利用したいか、まあ、お金を払ってまで、
物理カードを手に入れたいか条件を達成できるかみたいなね、あると思いますんで、まあどのルートね、利用されたいかご自身でね、まあ合うものね、検討していただいて、まあ利用していただくのがね、いいのではないのかなと思います。まあ私もですね、これは結構ね、利用させていただいておりまして、まあこっちも使ったりするんですけども、やっぱりシンプルでね、あとビザブランドでね、まあ持っておくっていうのは結構ね、私的に安心材料になったりして、まあビザでね、使うことも結構多かったりするんで、まあここはね、お好みになると思うんですけども、まあこういった感じになります。ということで今回ですね、アメックスのクレジットカードからお得にね、モバイルスイカにチャージする方法で、ね、まとめて紹介させていただいたわけなんですけども、まあ皆さんね、ご自身に合うのをね、まあ選択していただいて利用ね、していただければなと思います。各種のね、プリペイドカードの公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、気になる方はぜひね、チェックしていただければなと思います。で、最後にですね、このモバイルスイカのチャージっていうのは2023年8月現在ね、アメックスからチャージしてポイント満額取ることはできません。できないんですけども、こちらの券売機ありますよね。こちらは JR の都内中心に設置されている指定券売機、まあ指定席とかね、あと新幹線とか買えるのかなっていうこの券売機、この券売機はね、クレジットカードで切符が買えるんですよね。で、このモバイルスイカはね、アメックスからのチャージはポイント対象外なんですけども、このね、券売機でアメックスのクレジットカードで購入したものに関しては、モバイルスイカでね、明細上がらずに JR 東日本で上がってくるっていう風になりますんで、先月にね、やった時はこちらね、普通にポイント満額取れましたので、まあ、切符でもいいよっていう方はですね、こちらでね、アメックスのカードで決済していただいてもね、ポイント対象になるっていう風に、満額でね、対象になるっていう風になりますんで、まあ、ここまでね、やる変態は多分私ぐらいしかいないと思うんですけども、まあ、一応ね、こういう方法もございますので、一応ね、頭入れといていただければなと思います。まあ、こちらの券売機はですね、まあ、基本的に、アメックスのクレジットカードって海外旅行保険が利用付帯ですよね。ですんで、なんか使わないと、海外旅行保険、付帯つかないと思うんですけども、まあ、この券売機ですね、京急とかで行っちゃうと、京急はま、確かクレジットカード使えないんで、まあ、JR のね、その区間、カード決済していただければですね、海外旅行保険のね、利用付帯もついたりいたしますので、まあ、どっちかというとね、その場合で利用される方がね、多いと思うんですけども、一応この券売機であれば、カード決済できて、またポイント満額取れるっていう風になりますんで、まあ、切符でもいいよっていう人はですね、まあ、ぜひ利用してみていただければなと、思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。